SLH 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 SLH。 こんばんは、皆さん調子はどうですか？イエーイ、行っちゃうわよ。ゆうま、りょうちゃん、しらはん、カラス、 SLH TV。出発の温度、じゃあしげちゃん、はいはい、それじゃあ突撃に向かって、はい、行くぞー、レッツー、レッツー、レッツー。今日はりょうくんいいよ、っしゃ、素晴らしい、本当素晴らしい、もう声やったけど早く思う。栃木まで何キロですか？はい、172.1 キロ。あ、そんなもん？そう、楽勝じゃない？本日楽勝やね。本日はマサル君をパーティーに加えて、はい、はい、ありがとうございます、はい、とっても夏のバカンス、とっても嬉しいです。そう、だから基本的には後ろにはみんないるからね。はい、そうだね、暑い。今日俺運転する気でサングラスつけてきたんだよな。じゃあ、あと全部頼んでいい？どういう人やめよ、捨てよ、捨てよ、捨てよ。今日は濁流は見られへんね。濁流は見られないね。今日は天気いいからね。そうやね、うん、前回はあの川が氾濫してて、うん、雨が降っていたけど、あ、そっか、そう。じゃあ今回はもしかしたら前回行けなかった諦めた場所も行けるかもね。いや、もうそこをサファリパークとか、いや、そこ行こう。もうビーチじゃなかったらそこを目指すわ。もうなんとかスクエア、ワールドホビーフェアね。違う、ワールドスクエア、ね、スクエアね。ホビーヘアはビッグサイトの。あ、そう、そっちか。なんだっけ、恐竜のとこでさ、3D 恐竜博物館あるじゃん。もうあっこ行かん。あっこでさ、プールの中でこう、ゴムボールに人が入ってこう。ああ、あれはやりたいね。あれはやろう。そうやろ、あれね、あれはやろうよ。まあ確かに前回の栃木の印象悪かったのは、悪かったぶっちゃけね、うん、あっ、悪かった、悪かった、悪かった。だってよ、まず俺思うのが、まず大雨やったってこと、あとホテルで幽霊を見たので、俺栃木の印象すごい良くなって、今回は雨じゃないし、前と違うよね、旅館も。そうやん、でもさ、多分ね、後ろから足音が聞こえた時はどうしようか。やばかったよね。この話してへんじゃん。多分してない。あ、俺は寝ちゃってたから。そうやんね、俺とシラハンとカラスしか。シラハンがこれを超怖い話、そう話してくれるから。もう話したのに、あらかた話したのに、もう一回シラハン今から話す。超怖いから、どうぞ。うん、なんか後ろからブワーッてきた。もう無理やわ、これ。確かに勢いや。勢いじゃない、勢い。笑いすぎやろ。はずいわ、逆に。めっちゃ笑ってるやん。やめとけ、やめとけ。はずい。結構冗談しやがる。なんか後ろからブワーってきたって。言うただけ。そうなんや。そうなんや。でも結構そんな気持ちだったよね。いや、マジじゃん。なんか足音の数が多いなって思って、それみんなうすうす気づいてて、え、やっぱりみんなそう思うみたいな顔を誰も話さんまま、一心伝心かのようにみんな顔見合わせて、やんなって。だって俺らがペタペタ足音するねって顔を合わせて止まった瞬間に、後ろからペタペタって音をするからね。え、誰か来たって言って振り返ったら誰もおらんで、もうわーっつって、りょうちゃんは漏らしとった。あー、漏らしてた。だから浴衣がちょっと汚い。そう、変に盛るなよ。洗面台のとこに浴衣使ってた。最悪やん、うん、最悪。だから印象悪い。栃木もやっぱ嫌いだね。はい、さあ、というわけでですね。はい、そうやね。はい、というわけで、今出発して時刻が9時半になります。はい、今東京のね、東京家で出発して9時半になるんですが、ここから今栃木に向かってマサル君が運転中となっております。はい、で、一応予定ではですね、うん、12時、ね、12時と、2時半からルッピの公演があるんだよね。そう、2回あるんだけど、ウォーターギャングっていうね、うん、ウォーターギャングだから撃たれるんだって。お客さん撃つんだってさ。マジはね、撃たれたい俺ね。そうで、それが
12時と2時半にあるんだけど、今もう9時半でもう割と、30分押してます、はい、まあしょうがないね、はいはいはい、でこれ間に合えば12時に着いてウォーターギャング見ていろいろしたいんだけど、間に合わなかったら2時半のに行きます。そうだね、なるほど。でも2時半のに行くと当然時間は押しちゃうから、後半のさっき言った東武ワールドスクエアとか、トリックアート、美術館とかは削られていく。結構どん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 削られていくから。じゃあさ、もうヒカル君見んでいいや。挨拶だけやめよ。楽屋挨拶ね。で、お疲れっす。ワールドスクエア行きたいし、一応栃木来たからっつって。そうだね、だから今のうちに決めとこうよ。ワールドスクエアに行きたいか、トリックアートに行きたいか。ワールドスクエアでしょ。いや、そりゃワールドスクエアでしょ。じゃんけんしようや。どこ行きたい？トリックアート。トリカーというんすよ。じゃあ、みんなの意見聞きたい。シラハンと東武ワールドスクエア。なんで爆笑そんなおもろいこと言うていい。なんで爆笑したじゃあ、わかった、うん、前と一緒のルールでさ、うん、3人殺したら、うん、そうだね、トリックアート行くわ。いやいやいや、オッケーオッケー、しょうがないね。タイマンじゃんけんね。タイマンじゃんけんね。じゃあこれは立ち抜き戦ってことだよね。じゃあまだみんなご飯も食べてないから、どこかパーキングとかに泊まって、そこでじゃんけんタイムね。じゃんけんタイムしましょう。いいよいいよ、恒例のね。以上以上かな。うん、うん、じゃあまたパーキングでお会いしましょう。はいはい、じゃあね。